ブレンダ・ラッセルは、アフリカ系アメリカ人のシンガーソングライターで、キーボーディスト。ソロ活動のほか、ソングライターとして、スティービー・ワンダーや、アレサ・フランクリン、アース・ウィンド・アンド・ファイアー、ドナ・サマー、スティング・等多くのミュージシャンに楽曲を提供している。代表曲にピアノ・イン・ザ・ダークがある。ジ・インク・スポッツのメンバーでもあったカス・ゴードンを父に持つ。幼少時はカナダで育ち、 12歳の時、オンタリオ州ハミルトンに引っ越す。10歳代より、地元のバンドで音楽活動を始める。10代後半に、ヘアーのトロントプロダクションに参加。1970年代初期に、ブライアン・ラッセルと結婚し、ブライアンブレンダのユニットを結成。エルトン・ジョンのレーベル、ロケットより、ワールド・コール・ド・ラブとスーパーソニック・ラバーの2作をリリースした。 ラッセル夫妻は、ロバート・パーマーのソウルポップアルバムダブルファンにも2曲、参加。この他シェリル・ラッドや、チャカ・カーンのルーファストに楽曲を提供している。1970年代後半にブライアンと離婚し、以後ロサンゼルスに越し、ソロ活動をスタートする。1979年にプロデューサーとミー・リ・ピューマの、ホライズン・レコードと契約し、デビューシングルソクッド。 ソライトを発表しヒットする。しかし、ホライズンは急遽活動を停止する。彼女は、ホライズンの親会社である A&M と再契約し、セルフタイトルのアルバムを発表。収録曲の IfOnly for One Night は、後にルーサー・バンドロスがカバーしヒットする。続けて1981年にラブライフをリリース。その後ワーナーと契約し、1983年にツ e y e s をリリース。 まもなく、彼女はスウェーデンに拠点を移す。ワーナーより、A、A&M に戻り、1988年に、アルバムゲットヒアを発表。このアルバムは、商業的にヒットし、収録曲のピアノ・イン・ザ・ダークは、グラミー賞に3部門ノミネートした。1990年代になると、ソロ活動は控えめになるが、ソングライターとして、ティナ・ターナーや、フィル・ペリー、トム・スコット、 ダイアナ・ロス、レイ・チャールズ、レジーナ・ナベル、イヴァン・リンス、ジョー・コッカー、カーク・ウェーラム等多くのミュージシャンに楽曲を提供。コヒル・イマキ・カホールやアガワ・ヤスコといった日本人にも楽曲を提供している。2000年にヒデン・ビーチよりパリ・レインを発表。収録曲のラブパリ・レインのオリジナルはイエロー・ジャケッツのアルバム・クラブ・ノクターンにブレンダが参加したもので、 このラッセルのアルバムは YJ のキーボーディストのラッセル・フェランテが参加している。2005年にはアリス・ウォーカー著書のカラーパープルがプロードを描され、ラッセルはアリー・ウィリス、ステファン・ブレート・スコアを描いた。リードボーカルで参加したシングル。ありがとうございます。